ヤッホーヤッホー。ちょっと今日化粧配信なんで、まあ、みんな思ってたでしょ。そう思ってた人の方が多いと思うんだけど、今日化粧したいと思います。よいしょ。ちょっと新しいコスメも買ったからさ、ちょっと試してみたいものも多いので、よいしょ。つかなくなってる。え、待って待って、つけてる。うん、え、待って、いっぱい来てる。みんなこの時間暇なの？ありがとう、時間作ってくれた人の方が多いか。レーバンフッシー、ヨッピー、ひろあき、きよたん、ラムネ、リンタロ、エレメンツ、ポリリ、ターボー、ユンユン、翼、ヤマト、フー君、マオ、コウヘイ、コウイチ、リカ、メンボー、ユキマクラ、クマオ、トンヤ、オギ、ムテンロウシV ファンとレフバンマサプニ、ギオタンマーライオン、フシー、金融家人、ヤス、フラタ殿下、プレリ、お豆腐、ワタルさんの、え、初見さんなんですね。ありがとうございます。ナオキユーとヤス、トミー、フシー、マーライオン、シガちゃん、レフバン、こんばんは、ヤッホーヤッホーヤッホー。よいしょ。ということで、ちょっとアイシャドウとか足したりとかしたりとかしていきたいと思います。シガちゃん休憩時間、え、みんな3時休憩なの？よいしょ。ノーネームハタ、ありがとう。夜勤行くとこは大変だ、頑張って。ファイティンだよ、ファイティン。よいしょ。目の下にちょっとラメを足してみました。卒業検定よかった。え、カズキおめでとう、すごい偉いよ。ピコ太郎、ギョータン、暇じゃなくても命かけてきます。やばすごいね、それは。うん、よいしょ。冷番15時から休憩の会社も、そうなんだ。おやつ休憩みたいな名目なのかな、どういうあれなんだろう。よいしょ。ちょっと新しい筆で、ね、お目目描いていきたいと思います。ジョリジョリ、おーおー、あ、割と均等に描けるかも。よいしょよいしょ。うん、あ、でも難しいのが慣れないと、あ、難しい。よいしょ鍋ちゃん言って、今日は給料日で、そうなの、今日給料日なの昨日知らないうちに配信してて泣いたメイクするときは口開けるタイプですか？なんか皮膚を引っ張って、なんか描くときは口開く。あ、顔とかさ、物理的にこうやって開けないと口開かないから似合わん。うん、爪ピカピカ、爪ピカピカじゃない、鼻かわいいっしょ鼻の鼻ダメちゃん、キュッとまた、そうなの、運命じゃん、それは運命だよ、うん、それは運命だよって、シーマナの昔の釣り師、白石マナだった時のあの口癖でした。それは運命だね転職中で暇で、え、そうなの、無天狼師でも転職活動してんの。島野も5月の31日からあのニートになるから転職活動しなきゃ。よいしょ。うん、耳も動いて、本当に耳動くタイプなのかも私。意識したことなかったけど、うん、あさっこさんこんにちは。うん、僕が島のこと好きだった運命でしょ。そうだ、運命だよ。そう、運命です、それは。目がキラキラして、まあこんな感じで、アイシャドウ、アイシャドウ、私ね最近 BA アイドルまた再熱してて、これめっちゃいいんだけど全然売ってなくて、これ駆け引きピンクちゃん、色は駆け、色が飛んで、あ、駆け引きピンクさあ、うん、キューピーさんフォローありがとうございます。あと、うん、今からちょっと別人になっていく予定なので、ちょっとしばらくお待ちください。ガナヤッホー、ダサンクイズタロー、こんばんは。これからお出かけ、そう、これから、これからっていうか、ちょっとまあ時間は経ってからちょっと外に外出するんですけど、ちょっとあのもしかしたらできないかもしれないから配信、まあね、できたらいいなって感じ。よいしょ。うん、島と平塚で会ったのは運命だよね。だって島の普通だったらさ、あれなんよ、あの大阪に行く人だったのに平塚に行ったんですよ。
で、トークした。のネーム、マジで？シーマナの？ホルホス、こんにちは。あ、そっか、今もう終わったか、抽選。5時からまた開始かな。うん。今、新作発売でしょ？そうなの？ミアイドルマジで神。うん。ともお仕事頑張って。いちごのトンや。桜ありがとう。桜ひらひら。スマイルあたったあた。あざとしいもの。あざとしいものやってる。うん。多分ね、始まる。5時からまた受付始まるんで。皆さんお願いします。まつげあげてます、しいものは。うん。まつげあげしいもの。ホットミューラー買わなきゃとか思いながら。全然帰ってないわ。うん、大阪予定っていうか、なんかアンダーは大阪だったんですよ。その中で神奈川に住んでるから平塚行ったみたいな感じ。高橋康隆初見さん、こんにちは。ラストアイドルの白石萌奈です。こちらのハートマークぜひピンクにしてってください。お願いします。ちょっと目ができてきたんじゃない？アイラインもちょっと引こう。ゆうくん、関根さん、こんにちは。ラストアイドルの白石萌奈です。こちらのハートマークピンクにしていってください。何時までしてくださる？決めてないです。2日後には社会人。そうだね、4月の1日から社会人の人もいたら、まあ今のままで通り何の環境も変わらない人もいれば、すごいね、その年なんですね。みんな頑張って、ファイトだよ。私は5月31日までラストアイドル。ラスアイ、彼の隣絶対許されないわ。よろしくね、よろしく。野菜が北海道ダイヤモンドフォール来てくれるの待ってたのに叶わないから辛い。悲しいね、それは。ホルホース貼ってありがとう。だるまさんも、レフ版桜餅。うん。休憩時間しやすいね。頑張って。夏こんにちは。ドラッキー、名前呼ばれてないぞ。あっつ、こんにちは。うん、いちごのとんや、またね。ヒノキとの戦いは勝てそうですか？いや、割と負け戦始まったって感じです。うん。花、綺麗じゃない。汚い？汚い？専門の今日肌汚い日かな。どうだろう、どう？汚い？汚い日今日。うん。夜は配信しますか？夜はわかんない。うん、まだ決めてないです。違う。違う？うん。エンビかわいい、ありがとう。ありがとう。綺麗？ありがとう。野菜ファンです。ゆうくん、あ、そうなの？ありがとう。うん。バカの紐結ぶのやめたんで、なんかもう流行りじゃないらしい。うん。結ぶのは。スーくん。はじめまして、こんにちは。ラストアイドルの白石萌奈です。こちらのハートマークピンクにしててください。そうなの、髪伸びたの。伸びてさ、マジで伸びたの。髪伸びたしか言わんけど、もう最近の配信でも本当に伸びたの。そう、マジで伸びたからね、ちょっとこれはぜひぜひ伸びたなって褒めてってください。白石萌奈髪伸びてるよって。いや、マジで努力の結晶。髪伸ばすの超大変なんだよ本当に。すぐ切りたくなって。でもなんか昨日さ、シーパパと話してて、いや髪の毛はもしかしてショートしなかった方が良かったのかなみたいな言ってたら、いやあれもあれで良かったからいいんだよって言われて、そう、うん、だから下の髪を切ったのも良かったし、この伸ばしたのも良かった。あ、トリさん久しぶり、ヤッホー。うん、伸びたんですよすごく。だからショートシーマの好きだった人はごめんちゃい。うん、結構伸びました。見て、結んだらより分かるんじゃないかなって思って結んでるんで。マヤヤッホー。
毎日髪の毛のルンルンないよ。あと髪染めたじゃん最近。これちょっと楽しいの今楽しい時期なの今。髪の毛に対してどうしたら髪生えますか。わかめ食べるかな。わかめ、うん、海鮮、海藻いいっていうよね。ほらめっちゃ髪伸びた。うん、背高いね。そうなの、背高高なんだ背もの。うん、長い方が好き。本当に私も長い方が好きかもめっちゃ伸びた。イエーイ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 。え、髪の毛ちなみにこれね割と茶なんで、実は光に当てたら茶色なんだけど、わかる？茶色なんだけど、ほらこうとか本当は茶色いんだけど、暗いとこ室内だと黒くて室外だとめっちゃ茶色いみたいな。結構茶色い、ほら実はねあの足入れただけだから、そう黒髪にはしてないんです。うん、そうイエーイ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 アイ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 、ずっと前から彼に恋してたのに。ミヤラン桜餅ありがとう。2個12ありがとう、ありがとうございます。だからねこの髪色は、髪色はねなんか落ち着いた色で、私あのオレンジっぽく抜けるのあんま好きじゃなくて、その抜けないようにしてくださいっていうのと、落ち着いた色にしてくださいって言ってるだけなんで。だから黒髪が好きな人も好きっていう髪型で、で茶色が好きって人も好きっていう髪の毛にしてますどっちも楽しめる。フォロワーさん流れ星ありがとう、ありがとうございます。ということでございます。プラズマクラスター、プラズマクラスターはシャープだけで、ラッキー桜餅ありがとう金髪によって、本当は新物めちゃくちゃ金髪にしたくて、超金髪にしようって思ったんだけど、なんか仕事から結構まあアイドルしてるから、結構なんか黒髪を求められることが多いんですよ割と。私はやっぱり割り切れないのね、茶色でなんか制服コースとかはできないんです。なんか黒が良くなっちゃうの、だからすぐ染めちゃうからできないですね基本。触覚伸びた、え、それな、長さの左右差あるんだよね今、全然長さ違うのさし、うん、桜餅、そして桜餅、うーん2個ありがとうイケメン大福なんだ、うん歌わないよいきなり6月に金髪にしたのめっちゃやんちゃになってるかもね、シーマナ今まで我慢してましたとか言ってやばくない、うん、玉指みたいな紫色は、紫あんまね得意じゃないんですね私、青が好きなの、青か茶色みたい、あ茶色じゃない、緑、寒色系が好きで、うん、素敵そこと映っとる。これはラストアイドルのあのラストアイドルツアーの T シャツ延期しちゃったから日付が違う、ラストアイドルです。ピンクもあんま得意じゃない、結構寒色が好きなんです。うん、1日2回ショールームやると何かある、いやないですよ、あの夜ができるか分かんないから、とりあえず昼して夜できたらやるって感じ。うんうん、ヒエラーキ桜餅、そしてもう一個桜餅ありがとうありがとうございます。これ L サイズかな、うん、シルバーしないな、ガランチュシフトだし何が嫌だとも変わらず朝からテンション低いピエン、気分上がらない、新物が配信やってるのにそれでも気分上がらないんですかシュウさんやっほー、完食寒色、寒色、なんか寒い色、寒い浮かんぶりの寒色うん、寒色が好きなんです。なんか新物結構ね自分に甘々だから、これあの夜ご飯の後にすぐデザート食べたくなるの、なんかあのなんか結構夜にで、昨日も食べようって思ったんだらシーパパに、マナは昔はそんな子じゃなかった確かに私ラサイ入った当初とかめっちゃ真面目だったからさ、結構なんか
あれなんですよ、サバイブぐらいかな、結構もうご飯も食べちゃうし、結構好き勝手やっちゃうんですけど、初見来させてもらいました、幸子と言います、よろしくお願いします。幸子さんこんにちは、来てくれてありがとう。こちらのハートマークぜひピンクにしてってください、お願いします。コロナ配信やらなくても連日連続配信続いてるので、これは対応していただいてます、ショールームさんに。うん、ありがとう。803日、顔ちっちゃく、顔ちっちゃく、うん、グレちゃったし、もなありがとう。いつもうわーかわいやーって感じで、今日はうわーかわいいってぐらい、あーがないんだ、あーが、あ、テンション上げてー、頑張って、あ、モチベ下がったのあ、今日あれかも、あんま化粧ちゃんとしてないからかも、ちゃんとしよう。スーさん、桜餅ありがとう。キンマルハートありがとう、ありがとうございます。ホルホーズかけハートありがとう。で、ちょっとちゃんと化粧したらテンション上がるかも、永遠の。よいしょ、ちゃんとチーク入れて、変な薬、薬、うん、ふと思ったけど、このアバターなんでできる、100日超えたからね、100日連続配信で、でもコロナだったからお客さん集めらんなかったんだけど、一応それだけは対応していただきました。うん、キスしたら上がる、キスしたらみんなモチベ上がる、いいしょ、なんか夜急に悲しくなる時みたいな何それ、今日でも湿度高いからじゃない、そう今日ね結構湿度高めだから、ちょっとみんなテンション低いっぽい、シーモナもちょっと今テンション低い、よいしょ、よいしょ、エビワンタンハットありがとう、ありがとう、アイカレの隣、絶対譲れない、ポジション欲しいなら勝負してよろしく、ウキヤカジン、桜餅、桜餅2個ありがとう、ありがとう、エインハート、エアンダーハート100個ありがとう、ありがとうございます。髪の毛茶色か黒か悩んでるから決めて、わかんない好きな色がいいと思うけど、うん、シモナはでもなんかね、黒茶色ってなんか落ち着いた色が好き、なんかなんて言うんだろう、ちゃんと染めてる茶色とかちゃんと染めてる黒好きなんだけど、なんかさ、そのなんだろう、わかんない、個人的にやっぱりね、ちょっとオレンジっぽいのがねちょっと嫌なんだよね。黄色は好きなんだけどね、難しいね、すごく難しいんだけど、なんか色落ちしましたみたいなのが得意じゃなくて、自分がなんかなんだろう、室内だと綺麗なんだけどさ、日光に当たると結構ねなんか飛んじゃうんだよね、あれ、そう、写真撮ってて悪くなっちゃうからから何でもいいと思うけど、なんかギュッて染めたらいいと思う。うん、さ、俺下から出てきて何やってんねん、ふうくん、あまり感情を押し殺してる土になる場合がある、全然怒らないとか悲しまないとかえ、ヨンタンハットありがとう、ありがとうございます。プリンになってるみたい、なんだろう、なんかすごいもうプリンで、もうこの辺までプリンとか、なんかすごいプリンっていうのは別にいいと思うんだけど、なんていうの、おしゃれさんだと思うんだけど、なんか微妙にプリンの時期一番しんどい気がする。なんかでも黒にしたいんだなっていうの分かるのいい、うん、ちゃん、まあ自分が好きな色にしな、鏡見て一番あ今日の自分イケてるってテンションが上がる色がいいと思う。合う合わないってあるからね。そう、エイモンタンハート500個ありがとう。
だって会うね。そういうこと。あ、ライブツアーか。あー、え、自分の一番好きな色にしてきて、じゃあ逆に、うん、その色が見たい私は。うん、私ね、初期の頃めっちゃプリンだったんですよ。あれ嫌なの、あの、じゃあもうすぐ変わってって思った。もう超変わってほしかった。結構長かった気がする。でもあの話は、うん、サバイバーもね、ほぼ1年ぐらい、1年もないけど、めっちゃ長い期間あれだった。前髪切ってなーい。うん、明日切ってもらおうかと思ってる。メイクさんに言おうって、言ってみようと思って、うん、いつもみたいにふざけられないからお前やっぱテンション低い。俺がおとなしいんだって。俺じゃない、違う人種入り込んでんじゃない、気をつけて。うん、虹色が好きな人は虹色だったのでライブ来るの。え、なんかさ、すごい過去にさ、すごいなって方いらっしゃったのは、2年3年ぐらい前の握手会で推しの名前を髪の毛に反り込んでる人いて、あれすごいなって思った。なんか推しの名前をこう髪の毛にしてて、で推しの名前じゃなくて、何、こう浮き出させるようにしてた人いて、うん、それすごかった。うん、あくまで噂ですが、内田兄弟はまだ隠し玉イベント。そうなの。すごいね、それは何の情報なの。うん、とりあえず鎖骨しまってください。あ、これでちょんとん。結構ね、本当に肩幅が狭くてすぐドローンといっちゃう。うん、妹ハンターありがとう、見てございます。聞く、うん、何の情報ならそれは。何から仕入れたんですか。撫で方ではない、なんか肩幅異常に狭いの。リュックを背負うとこの辺にあるみたいな。そう、例えば白石麻衣、ぜひ。でも白石麻衣の名前解明するかもしれないからね、いつか急に。からやめた方がいいかも、白石麻衣なって入れるのは。マジで名前解明したい。うん、いや、そんなに本当の名前じゃなくて、なんか芸名が良かった。もっと美しい芸名。粉持ってる。なんかもうちょっとね、なんかなんだろう、本当になんかプリンセスシーマナ姫みたいなさ、ちょっとふざけた名前じゃなくてさ、まつげに白石麻衣ってさ、どういうこと。うん、ラモチセこんばんは。ラジオ、ラジオでしたの。うん、芸名がよかった。え、キヨアニさんフォローありがとう、ありがとうございます。末永くよろしくね。うん、ね、プリンセスシーマナ姫。うん、お花見してる人いっぱいおる、いいな。うん、え、なんか違うの、なんかさ、受付とかでさ、なんか白石麻衣さんって言われた時さ、なんかすごい嫌じゃん、白石麻衣さんってなるじゃん。だからね、やだなって思ったんだけど、昨日ね、みっちゃんと卵といたんだけど、なんかさ、あのさ、なんかレストランとか入るときに名前書くじゃないですか、なんか並ぶときに。あそこでいつも私が高橋とか奥村とかいつも書いてんだけど、急にね、みっちゃんにね、白石って書かれて、おいおいおいってそう、うん、そうね、解明はしたかった、したかったけど、もうねアウトだと思う。うん、そう、個人情報じゃんね。あ、新物、そういえば今日あれだ、通販届いたんだ、楽しみ、後で開けよう。うん、え、そうなの、けど白石って書かれた。でもなんか普段は、なんか私普段一人でお店とか持つ時はなんかいろんな名前つけるよ自分に。なんか怪しくない程度、うちだとか。うん、お一人様、いいね、お一人様でお待ちのお一人様。こちら合ってますかね、お一人様でお待ちのお一人様。エビアンタン、あ、ハート1000個すごい。1000個押すの大変だったでしょ、1000回トップしたってことでしょ、やばい、ありがとう、ありがとう。
でしょ、白石って書く人いるでしょ、私の反応してなったらということよ。ありがとう。ありがとうございます。3名でお待ちのお一人様。それやばいね。 V さん、 K さん、フォローありがとうございます。なんかいっぱいフォローしてくださってる、ありがとうございます。ラストアイドルの白石真奈です。こちらのハートマークをピンクにしてってください。そしてなんか今ね、矯正マジで今痛くて、なんか舌がずっと当たってんのよ、死にそう。やばい。今日ねちょっと高級なカフェラッテをねちょっと入手したんで、高級なカフェラッテをちょっと試食していきたいと思います。じゃーん、スターバックスの高級なカフェラッテ。これさ、これ美味しいんだけどさ、美味しいんだけどなんかたまに飲むのがいいんだよね、本当にマジで。うん、外したらダメな、外せないよ、針金だから。っていうことで飲んでいきたいと思います。この甘さとこの苦さがちょうどいいんだよね、なんかこう甘い、あでも苦い、コクが深いみたいな、美味しい、非常に美味しい。ね、値上げすんの、さま、そうなんだ。うん、島のちなみにユズシトラスティー推しです、スタバは。ただただ喉乾いてる人なんだけど。めっちゃ美味しい。うん、ふうくん、さくらもち、1,2,3個ありがとう。ありがとう。フォルホースかきハート、ポキ、レフ版ハート、ありがとう。うん、シェイク飲みたいけどないと、シェイク、シェイク、シェイク。シーマナのね、たまごっち、ちなみに結構ね、ちゃんと育ってあげてんのよ。今日もちゃんと起きて、てか起こされて、ピーロー、ピロロって起こされて、ね、ちゃんと育ててるわけ。うん、新作？あ、あのフルーツのやつ？新作もね、飲まないよね。たまになんかうんちしてる。よいしょ。ぜひみっちゃんにコーヒーの味教えてくれ。みっちゃん本当に苦手なんだよね。そう。皆さんこんにちは。リアルみたいな、なんかねごくごく飲んじゃった。うん。結構ね懐いてるんですよ。状態見ますね。あでもお腹空いてるっぽい。さっき進化したんだよね。よいしょ。ご飯。ヨンのミプレ見て、今日の急に CM の可愛いって思ったから調子戻ってきた。え。どういうこと、キャピキャピ、今日もみんなのこと大好きだよみたいな CM じゃなくて、うおいしいおいしいって言ってる CM なんか好きってこと。もう変わってるね、本当に。そう、え、なんか懐く懐かないっていうか、結構ねちゃんと世話してないと。だって昨日もなんか寝れないとか言うから、寝れないのって言って、分かったよって言ってお世話してあげたんよ。ちょっと待ってね。うん、たまごっち、タマワークへようこそって感じ。やってみたアルバイトを選んでみちゃって、どんな感じなの、やってみたアルバイトを選んでみちゃって。音バリでかいよね、これ動いてダンスっていう、なんかあのアルバイトがあるんですけど、これ音楽に合わせてこう手をこうやって踊るの、こうやってシェイクシェイクするの。バンなんないから大丈夫かな。イエーイ、やったね、300ゴッチもらえるよ。今からやった、300ゴッチもらった。テテテテテルル。あとはなんかタマペットサロンっていうのがあって、なんか
あの犬がねボロボロだから、それをたくさん振ってあげるの。こうやってこうやってお掃除してあげるの。こうやってやってあげると、あ、綺麗になった。あ、もうちょいだって。嘘、こんな頑張ったのに205ゴッチでした。ダメだ。まあいいや。桜餅1、2、3個、そして1、2、3、4、5個、ありがとう。うん、ありがとう、ありがとうございます。でベッドの耐久性弱いのに、それな、新しいベッド買わなきゃいけないのにさ、たまごっち買っちゃったから、ちょっとお風呂入れとこ、とりあえず。さっきお風呂入れたかも、2回目のお風呂だ。まあいいや、めっちゃブサイクになっちゃったんだけど。シーマのたまごっち、シーマのごっち、シーマの今3300ごっちぐらい持ってるよ。我おかきさん、ありがとう、フォローしてくれてありがとうございます。ラストアイドルの白石まなです。ぜひぜひ末永くよろしくお願いします。うん、ベッドのお披露目いつ頃になる。なんか空いてる日程がまだ分かってなくて、実際まだ注文できてないっていうのが第一で。そう、でもなんかこうシーマナさんって、あのお尻に火がつかないと結構やらないってことが多いから、でもう予定日を決めちゃって、でそれにもう照準合わせて部屋の掃除をしようかなっていう考え。そう、めっちゃ物捨てなきゃいけなくなるし。そう、お風呂あるよ。うん、フルホースだるまさんハート、ありがとう。電車でやらないでね、ガチで。これね、あれだよ、あのマナーモードあるよ。マナーモードあるんだけど、なんか家の中だと音つけとかないと、なんかたまごっちがさ、あの何、困ってる時とかさ、ちょっと気づいてあげられないじゃないですか。ちょっとたまデリバリー頼むわ。たまデリバリーで、ちょっとあのお菓子とかロールキャベツお届けに参ります。あとでこれあげるのと、ちょっと部屋のリフォームしたくて。来た、ピンポン、たまデリバリーです。じゃじゃん、ご注文の品をお届けに上がりました。イエイ。トゥントゥントゥン。夜中、夜中はない、困ること。うん、ベッドの高さどれぐらい。1メートル50センチ以上ある。ふし、え、桜餅、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ありがとう。こうやってるとブサイクになるけど、こうやってやると口角上がってるみたいに見える。でこの辺を上げれば結構鼻が潰れて、で可愛いブリックの引っ張り方はこう。ありがとう。ありがとうございます。ドラッキー桜餅、ありがとう。皮膚伸びてんのよ、もう。フォロワーさんハートありがとう、ありがとうございます。よし、ちょっと玉デリバリーしたんだけど、あの部屋をねリフォームしたくて、ちょリフォームさせていただく。なんか APP っていうなんか通販サイトがあって、そんで、あ、これかな、タマショッピングっていうのがあって、タマリフォームでロイヤル系にしたいなって思ってて、部屋。あ、待って、今日あれしよう、電気屋さん行ってあれ買おう、コネクト買ってあれしよう、あの新しい部屋つくよ。うん、新桜餅本当なくなっちゃうよ、新物の顔から。桜餅、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ありがとう。ありがとうございます。結構ね、マジで伸びる声ね、誰か触ってほしい、ほんとプニプニなんだ、シーマナのほっぺた。丸尾好きシーマナ、あーと、うん、ありがとうございます。
6が好き。どこだ、123どこだ、この辺、この辺、ここ、ここ、うん、伸びた分ちゃんとストレッチしとかないと。顎、顎ね、あんまないんだよな伸びてるふりするけど全然伸びない、うん、ほっぺお触りかいほっぺお触りかい、鼻かゆい、うん違う、口、うん、まぶたもめっちゃ伸びるんだけど、あんま目は触んない方がいいって前ファンの方から言われたからやめるね。なんか目触ると伸びちゃうんだって本当に。めっちゃ私涙袋でかくて、今書いてるかわかんないけど、めっちゃ涙袋でかいんですよ私。これまずつまめるぐらいでかくて、めっちゃ伸びるんだよねこれ。けど怖いって言われたからやめとくね、うん、あ、ええー、桜餅ありがとう。ここうん、カラコン最近入れてる？え、なんか入れてる日もあればって感じ。なんかみんなが前、今日化粧濃いねって言ってた日、何がいつもと違うんだろうって思ったら茶色いカラコン入れてました。うん、みんなよく気づくなって思ったみんな島根のこと好きすぎないこれから、うん、お仕事じゃ、お仕事っていうか、お仕事じゃないっていうか、うん、さ、喉も伸びそう、喉さ、うん、島根のことみんなちょっと好きすぎるよね、うん、早くほっぺ取れないかな。何、島根、うん、こんなのってほしいのでも私ね、あの螺旋入った当初に比べるとほっぺ結構ねコンパクトになったよ。コンパクトな上にまだ伸びるままって感じ。うん、白猫先生達成した新物と久保田物推しの方配信見て、そんなことあったの、うん、今が一番かほんとにうん、ボディーかわいい、ありがとう、ありがとうございます。コメントしないと愛が足りないって、そうだよ、コメント、あの途切れることないぐらいコメントしてね、ちゃんと。新物がコメント薄いよ、ちょっと少ないよって言われたらみんなちょっと、あ、責任感じなきゃって思わなきゃダメ。少ないよみんなうん、ついんですけど、あんなにじゃあシーマナの好きなところを一人100個100個もあげられないって言うでしょ。いたからね、私の好きなとこ100個書いて送ってくれた人、宝物よマジでたまに見返すけど、そう、うん、足りない、足りないパターンもある、逆に、うん、すごいですよえ、エイン、そんなこと言っていいの、変なところって言っていいの、しげおさん、ほらありがとう。ラストアイドルの白石萌奈です。末永くよろしくお願いします。せめて90、どういうこと、どういうこと、一個だけ、うん、駅に向かってるから待ってて勝った、待っとくね、うん、うん、多勢に不勢、どういうこと、うん、あー書けそう目が好き、鼻が好き、耳が好き、こんな感じなら300書けます髪の毛、ここの髪の毛が好き、こっちの髪の毛が好きみたいな、うんでもみんな考えようってしてくれてるとこすごいよ、みんなすごいコメントが早くなってる、うん、じんたんやほやほ、だから恋なところね、恋なところって何か体、体柔らかいよ、うん、エアコンさんがいつも言わせ、え、じゃあ新物の好きなとこ一個消えちゃうやん。4月ぐらいにはちょっとあの大工事しようとしてるから、うん、
骨鎖骨好きな人多くない？シーマナの鎖骨綺麗すぎるからね。めっちゃ綺麗なよ、ほら。それはしゃあない、うん、それも好きって言ってもしゃあない、うん、伸びる方、あ、ありがとう。キユカちゃんありがとう。あ、桜餅、桜餅ありがとう。ありがとう。エクボ？エクボあるよ。僕以外にそこ閉じないでください。分かった分かった。隠しとくね。え、そこってここみんなたまるよ。めっちゃたまるし、これこうやってできるから、こうやって指入る。お金に素直なところ。シマノはね、もうダメ、本当にもうお金のこと考えすぎちゃうから。結構お金でなんかこうね、気持ち落ち込んだりされたことあるからね、ダメ。いいじゃん、タワーウォークすると結構喜ぶんで。時間外に ATM とかね。え、そうか、最近でもやっぱてか、なんか職業柄結構ね、時間外じゃないと使えない時もあるから、最悪使う時はあるけど、うん、配信中にタワーウォークって言った。うん、やってみたいアルバイトを選んでみちゃって。3350あげます。それすごいよ、かなりだよ。よし、音楽に合わせて踊ろう。じゃあ、もらったということで、動いてダンスするから見ててください。じゃあ次どんなダンスになる？レッツダンス。次こうだ。これさ、なんか昨日卵となんかステーキガスト行ったの、昨日。ステーキガスト行って、ね、なんか2人でね、こうやってダンスとかこうやってやったりとか、こうやってこうやってやったのね。スタッフ、店員さんに見られると思って、いや隠れてとか言って。そう、え、ふしありがとう。じゃああと、え、ヨッピーもありがとう。じゃああと2回ね、2回ダンスするから見てて。ミヤラン、あれありがとう、ペンライト。じゃあちょっと2回ダンスするね、動いてダンス。次はどんな踊りだろう、なんか指定されるの。次こうだ、さっきやったかも。よいしょ。おー、300こっち、イエーイ。ねえ、まあ、あと3回、3回だ、あと3回ね、行くね、あと3回行くわ。うん、ヨッピーもありがとう。よし、ヨッピーありがとう。あと3回行くね。次がじゃあヨッピーの分かな。次はどういう踊り、あ、これだ、これ一番好き。うん、これがなんか一番キラキラしてる。どう？これが一番楽しい。よっしゃ。ちょっと待って。一回さ、ちょっと待って。待って。あと4回ね、増えてんの今。今3回って言って2回になったら4回。4回増えて。じゃあこれで最後、あと4回で終わりね。あと4回で終わりだから、みんなもじゃあ一緒に。みんなも一緒にやってくださいね、うん、あ、次お手振り、これ店員さん来ちゃうやつ、あやふやこれ。
ってね、あと4回5回5回増えてんのよ。5回になってんのよ今。4回で1個減ったのに、ね、5回やってんのよ。ちょっと待って、あと5回はちょっとね、もう腕が死んじゃう、シエマナの腕が死んじゃうの。フッシーエンペ、ありがとう、ありがとう。待って、あと待って、5回はちょっと無理だ、シエマナ5回は死んじゃうよ。もうみんな分かってると思うけど、あ、じゃあペット掃除するわ、タマペットサロンで。よし、あと5回で終わりだからね。でも逆にもっと5回やるのやばない？みんな付き合える？みんな、あ、みんな早く早く、忘れてた、今ちょっと待って、ちゃんと犬掃除してあげて、犬、よいしょ、拭いて拭いて拭いて、おお、行ったんじゃない？え、もうちょいだって、え、なんなの？え、ちょっと待って待って、犬の掃除私こんなに必死にして、何、250ってしかもらえなかったんだけど。犬さん頑張って、お仕事持って、え、何、喧嘩売ってんの？よいしょ、あと4回です。うん、あと4回なんですけど、ピーマンヤッホー、え、待って、え、こんなに必死で掃除したのに、ふき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 、え、だって超喜んでんだよ、激喜んでんのに、見て、え、もうちょいって何？ねえ、え、逆にこれ以上、ちょっと待って、手から離そう、うん、ちょっと待って、疲れた、手に握って、こうするわ、こうゴシゴシしてる感じで、こうやって、こんにちは、初見さん、ありがとう、え、フォローしてくださった闇の管理人さん、え、ありがとう、ラストアイドルの白石麻奈です。今、え、ね、待って、またもうちょいなんだけど、え、205ちさあ今ちょっと、あと何回、あと2回かな、次いきます、ダンスします、え、間違えた間違えた、待って、ストロベリーシェイクホイップクリームキャラメルソースマカロン、ストロベリーシェイクホイップクリームストロベリースクリームホイップキャラメルマカロン、ストロベリーホイップキャラメルマカロン、ストロベリー、え、待って、ホイップキャラメルマカロンあー、外出しなきゃいけない、無天なし、頑張って外出、いってらっしゃい、いってらっしゃい。徳島のマイラブさん、こんにちは、来てくれてありがとう、ありがとうございます。305ごめんね、ちょっと間違えちゃったの、間違えてなんか記憶ゲーム押しちゃった、動いてたんすね。で、すごい、私この配信のおかげで、みんなのおかげで、めちゃくちゃ今お金稼いでる。あ、こうだちき、あ、レフバーもちゃん、ありがとう、シェルさんフォローありがとう、ありがとうございます。じゃ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 、いったんじゃない、ちょ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 、あと1回かな、やったね、これが本来の姿だよ、うん、え、じゃあお金ありがとう、ありがとう。あ、ね、ネイネイマさんフォローありがとうございます、フッシーありがとう、チャリン、え、これね、あの、あ、間違えた、覚えてドリンク言っちゃった、待って間違えた、結構すぐ間違える、ブドウシェイクジェラートチョコスプレーチュロス、ブドウシェイクジェラートチョコスプレーチュロス、ブドウシェイクチョコスプレーチュロス、ブドウを、チョコレートチップチュロスできた。あ、フェシお金ありがとう、ありがとうございます、闇の代わりに、あ、バタいただきました、大切に使ってください、ありがとうございます。え、今アルバイトしてて、これ振るとゴッチが溜まっていくの、そう、めっちゃ溜まって、あと1回動いてます、みんなもタマゴッチやる、一緒にマナーモードできるからこんなうるさくないよ。あ、こうだ、いくよ、スタート、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 、新物スキルのことが忘れずに覚えてるとこが好き、駅に着いた、電車乗った、しがちゃん頑張って、うん、ごっちごっちごっちっていうのがたまるの。あ、終わりました、皆さんありがとうございます。ちょっとそろそろね、配信の方も終わりにしていきたいと思いますので、
今日も来てくださってありがとうございました。じゃちなみに何ごっち稼いだかじゃ見てみたいと思います。あ待って違う、ね状態かな、状態でやばい6830ごっち稼いだ、すごない？え夏いじょめっちゃバリバリなってて、これ豆っちも夢じゃないよ。6000めっちゃ稼ぎました、ありがとうございます。えみょんたんしく頑張った、ありがとう。シーマナ頑張ったよマジで、イエーイ。ウサインボルト宮奈お疲れし、かくまくピリピリ、フシお疲れし、かくまくピリピリ、ありがとう。すごいゴッチゴッチっていうの、すごくない？好きなとこひょっこって言うけど好きに理由なんかいるん？好きだから好きえありがとうそうボルト、ということで今感情する3秒前だった間違えたね。これなんだっけ、五郎丸さんラグビーの、春のハートありがとう、ありがとうございます。ということでそろそろランキングを読んで、あでももう逆にもう4時までやる、逆にね、これ時計機能あるからさ、まあ3時54分です。ということでじゃああと2分経ったらランキング読む。はるなこんばんは、来てくれてありがとう。ぜひぜひこちらのハートマークフォローしてってください。あとバイバイ殺し夜の確率何パー、わかんないわかんないけど、まあ結構今の時間にも1時間やってるから夜もしかしたらないかもしれんって感じ、したらごめんねケロって許されない許されない行いだね。まあやるって急にやるときやるからよろしくお願いしますって感じです。とりあえずこんな感じの CM が好きですゆるっとしてるとこですか白玉ねコラボしてほしい、確かに卵に聞いてみて、島の割といつでも行けるけど、明後日とかどう、明後日、明日会うんだよな仕事で、昨日会ったんだけどね、昨日バリバリ遊んでる、やばいよ卵といた時間やばいよ。昨日ね朝の8時集合で、でなんかいろいろやったりして、あとなんかちょっと遊んだりとかもしながらして、バイバイしたのが10時だから14時間一緒にいた。そう、ごめんねちゃん、夜は神宮で野球観戦、そっか楽しんできて。昨日久保田も泊まれたね、そう卵と朝からいて、でみっちゃんがお仕事あって、途中で会ってみたいな感じ。買うと思ったよって言ってた、卵っちどうせ買うと思ったよ、絶対すぐ育てなくなるよってですよね誰もこんばんは。なんか卵と実は知らない人もしかしたら多いかもしれないんだけど、前回の卵っちも一緒にお揃いで買ってて、サンリオのやつ2人でずっと育ててたのね。だけど2人とも飽き性のレベルがすごすぎてすぐ飽きたのね、飽きたっていうかなんかちょっとなんか疲れちゃったお互い、いやまた懲りずに買うっていうやばいよね。ヤリス、なんだろうこれ、なんだっけこれ、オウムだっけ、なんだっけなんだっけ、懐かしい、科学でやったな、ありがとう。オメガか、オメガ、懐かしいな、ね、懐かしいこの記号、もう全然覚えてないけど、ちなみに私は理系だったんだけどねやばない、ちゃんと勉強したら思い出すんだけど、ちょっと忘れるよね人って。夜強制のもいるから、あーラスアイだ、みんな楽しんできて、オリックスさんの、そうだそうだ、これ言わなきゃ、6時からマナティがすごい、もうずっと夢だった始球式がありますので楽しんできてください。チケットはもう完売なのかな、ちょっとその辺わからない、私こっちだからさ。ということで
コスプレ配信しようの？コスプレめっちゃあるけどさ、寒い寒いここ今寒いかな、ということでちょっとじゃあランキングで終わりにしたいと思います。楽しんできてね。じゃあ13位から金融歌人お休み前に会いたい、なんか可愛い、頑張るね。じゃあ夜できるように、できなかったらごめん。12位がしがちゃん、応援してくれたからやけん頑張れるよ、好きしもな頑張ってん、しがちゃんファイトだよ。11位がおぎー、ありがとうおぎー、ありがとうございます。10位がエレメンツ、ありがとうありがとうございます。あと9位がりんたろー、ぴょんぴょん、ありがとうありがとうございます。8位がきよたん、昼から配信偉いよすっごい微妙な時間なのにさ、私こんなに集中率かくると思ってなくて、話すネタもなくなるしコメントめっちゃ止まって15分で終わるだろうなって思ったの。すごいよみんな、シーモノスキーズの底力みんな見せたね偉いよみんな。そして7位がドランキー、今が一番可愛いと思ってます、ありがとう。なんかこの写真にすごい似てるね、シーモノ、今日今日すごい似てるね、ここでこうやってお団子したらありがとうございます。そして6位がミヤラン、久々昼配信でも可愛かった、ありがとう。あと、そして5位がレフ版、仕事サボれるけど新マナの配信の視聴サボれない、はごめんレフ版の時にくしゃみでちょっとちょっと花粉が来てるわ、ありがとうじゃあ夜もあったの来てね。そして4位がエイン、100とか関係なく好きだから好きね、どうテンション上がった、すてんちゃん。3位がエビワンタン、ありがとう、笑顔が素敵で可愛くてテンション爆上げ上げありがとうザク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 、ありがとうございます。でじゃん、2位がヨッピー、甘やかし大福隊長、ありがとうございます。ちょくしゃみちょっとチキ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 ーン、ありがとうございます。さっき久保玉妖精だった、負けてらんないね、女子は妖精にならないと、え無理だよそしてレレレレレレレン、1位がフッシー、フッシーありがとう、ツン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 、じゃあこちらじゃん、美味しい美味しいカフェラテ、さっきさめっちゃ開けた上にさ爆飲みしたからもうほぼ今残ってなくてさ吸引力えぐくない？って飲んじゃったからもうないんだけど、ちょっとだけあげるわギュッブチブチブチ、はい何秒でした、あれ今日ひろしげいる、いなかった今日、隠れる人いなかった、もしかしてよせいなかったのかな、ということで12秒、結構長かった、12秒でした。ということで今日は来てくれてありがとうございました、イエーイ。じゃあ夜もできたらしたいと思います、ちょっと時間たまごっちで確認したいと思います。4時、ということで4時になりましたので、この後も引き続きお仕事ある人は頑張ってください、何もない人はゆっくり休んでください、バイバーイ、ゆっぴありがとうありがとう、じゃあバイバーイ、素敵な素敵な一日を過ごしください。バイバーイ。バイバイ。